ザワシとかちゃんななも歌見たを出す。なんでなんでえ、なに DVD 界隈も歌見たブームなの。 DVD 界の歌い手はショコだけやったのに、みんな歌い手デビューすんの。うせやろ。デラちゃんとリゼル君と4人で、はえ、ザワシ、ザワシ、ナナ、リゼル、デラちゃんナナさんはデラちゃんとリゼルさんと梅美さん。あー、え、でザワシはソロマジで。あ、でもザワシさんってなんか歌やってるんやったっけ。じゃあね、ザワシはそうやん、ザワシさんは何気に歌やってる人やったよな、確か。そういえばその情報はなんか知ってるわ。それかなんかあの黒歴史になりそうな歌ってみた解説動画とか実は上げた。シングラリティを歌いながら解説してみた動画。シングラリティのバイオパッドが飛んでゆく、飛んでゆく飛んでゆく、これをチェイスしながらぶつける。ざわし歌いながら解説してみた動画出るんすか出るんすか出ないっすか。あ、まあでもな、リゼルさん、リゼルくん、梅美さんはなんかなんとなくわかる。でデラちゃんもわかるけど、なちゃんなが一番意外やわ。歌うんやいや、そこはちょっとフフってなるわ、意外すぎて。じゃあ次はあれやな、カオゲーさんが「俺はキャンパー」歌うしかないね。おいらはキャンパー、ヤクザなキャンパー、おいらがケバブすればサバが泣くぜよっ。くさくさ、不名誉な付け足し情報までケバブはせんね。そうね、そう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 、付け足し情報無駄な追加情報いや、めちゃくちゃ米あれそう。そうね、誰も幸せにならないと思う。言いたい放題配信マジで言いたい放題